お母さん、ゆずのお風呂は風流でした。気持ちよかったでしょ。いただき物のゆずよ。なんか果物と一緒にお風呂に入るのって不思議な気分だよね。目の前でゆずがプカプカしてるんだよ。ゆずさんも温まったかな。プカプカしてポカポカしてよかったわね。ゆずさんもぬくぬくよ。さて花子もお休みしましょう。へい。では寝る前のお話です。花子、こんなお話はどう。カニ風呂。昔小さい印刷会社みたいなとこで働いていた。ひどい会社で筋物の作る偽物の株券とか政治団体の中小ビラとか法律に引っかかるようなことを普通にやってた。当時どっかのチンピラがどっかの事務所の金を持ち逃げしたとかで、そいつを探すためのビラの仕事が来た。写真を見てびっくり。これゴリラじゃん。最悪だ。俺がゴリラと呼んでるスロット仲間だった。たまに飯食ったりする中でも仕事だし、受注されたものは仕方ない。知り合いだと言えるはずもなく、俺はビラを作った。そして数日後の夜中。なんだよこんな時間に。チャイムを連打されて苛立ちながらドア開けたらゴリラがいた。とりあえず入れてくれ。慌てて家に上がり込んだゴリラは金を取った理由を話し始めた。高級クラブの女に金を貢いで借金しまくったんだとさ。くだらねえ。俺は女に騙されたんだよ。知るかよ、帰れよ。とにかく俺は面倒ごとに巻き込まれたくない一心だった。出てってよ。するとゴリラの野郎、俺が捕まったら共犯者としてお前の名前出すからな。そう俺を脅し始めた。俺もさっさと筋間に引き渡せばよかったんだ。でも俺はゴリラをかくまっちまったんだよ。それから数日間、昼はバイトでゴリラの顔写真のビラを作り、疲れてアパートに帰ったらそのゴリラがいる。最初やつはおとなしかったけど、そのうちいろいろ注文つけるようになった。コアラと雑誌買ってきて。は？あとラーメン食いたい。早く出てって欲しかった。ある日アパートの玄関を開けた瞬間、いきなり部屋の中に引きずり込まれた。うわけもわからず口にガムテープ、手足にはビニール紐。部屋にゴリラが見当たらない。お前あいつの仲間か。俺はブンブン首を横に振った。ここお前の部屋だろ。仲間じゃないなら何なんだ。説明しようにも口にガムテープ貼られてる。とりあえず場所変えるぞ。車に乗せられ目隠しをされた。どこかに着いてからバンを降りて歩かされて、目隠しが取れたら床に転がった全裸のゴリラがいた。やつの顔はパンパンに腫れてうううなってて、体中多分殴られすぎで内出血してた。ゴリラは俺には気づいてないみたいだった。いて。おいお前、こいつとどういう関係なんだ。ここで答えを間違えばきっと俺もゴリラみたいに。パチ屋で知り合った中で無理やり俺の家に居座られたと必死に説明した。本当か、嘘ついてねえか。飯食いに行く中ではあったけど、俺は絶対に金を盗んだりしてない。なんでお前こいつが金パクったって知ってるんだ。何日か一緒にいるんだから、なんで追われてるかぐらいは知っていてもおかしくないだろう。そう言ったけど、俺はビラも作ってたわけだし、本当はもっと細かい内情を知っていた。まあいいや。おい。男たちがゴリラの近くにドラム缶を置いた。まさかこいつらゴリラをコンクリート詰めにでもするつもりか。男たちがうううなるゴリラを抱えてドラム缶に入れて、こいつには落とし前をつけてもらう。金はもういい。俺たちをおちょくりやがったことが問題だ。俺たちは舐められたら終わりなんだよ。お前がどこの誰かなんてのはどうでもいい。こいつと一緒に俺たちをコケにしたのかどうか、それが聞きてんだよ。お前がうちの事務所から金をパクってないってどうやって証明する。これからお前はこいつとしばらくいてもらう。
その後もう一度だけ質問する。いいか。まあ個人的には同情するぜ。男は一気に総幕仕立てるとどこかに出て行った。だから何が始まるんだよ。俺は椅子に座らされて、ビニール紐でぐるぐる巻きにされ、二人の男に椅子ごと抱え上げられて、ゴリラの入ったドラム缶の前に置かれた。ゴリラの顔の前から50センチくらいと近い。なんて不幸なお見合いだ。5人の男たちが嫌そうに作業を続ける。ドラム缶の中に直径10センチくらいの太いホースが突っ込まれた。やっぱりコンクリートか。そのホースは地上から170センチくらいの高さにある衣装ケースみたいな容器につながってて、キャスターがついていた。なんだよ、何が始まるんだよ。おいお前、きつかったら目を閉じてるよ。頑張れ。ゴリラの目の前にいる俺、なぜそんな優しい言葉をかけるんだ。じゃあ俺たち行くわ。男たちはそのキャスターについていたレバーを引いて出て行った。すると、ボト、ザザ、ホースを通して流れるように何かがドラム缶へと落ちてきた。うわ！ゴリラが身をよじる。最初のうち何が出てきているのかわからなかった。だがすぐにドラム缶がいっぱいになり、その正体がわかった。カニだ。拳台から小指の爪くらいのカニがうじゃうじゃしていた。なんでカニ？ゴリラとカニの味噌汁でも作るのか。それはそれで怖いけど、ちょっと意味が飲み込めないでいたけど、しばらく身をよじっていたゴリラが叫び声を上げ始めた時、俺はその恐ろしさをまさに目の前で、本当に50センチくらいの距離で理解した。おいおい、助けてくれ。こいつら俺の中に入ってきやがった。ゴリラは油汗を流し、耳をつんざくような大声で叫びながら俺に助けを求めた。カニがゴリラの体を食い破って中に入ってきたってことか。ケツが痛い。足が、足が。やめてくれ、想像したくない。だがゴリラはもはや叫び声とは言えない方向のような雄たけびを上げ続けていた。いやー。ゴリラはずっと叫び続けた。どのくらい時間が経ったのか、血の混じった泡を吹き、目と鼻からも血を流しながらもなお吠え続けていた。最初真っ赤だったゴリラの顔がとうとう真っ青になって、血ヘドをゲーゲー吐き始めた頃、カニたちは次の侵入場所を見つけた。ゴリラの口や目を狙ったんだ。カニを回避しようとゴリラが頭をドラム缶に打ちつける。俺は椅子ごとドラム缶に体を叩きつけたが、缶は重すぎてびくともしない。そして最後にゲヘッという間抜けな音を出して、ゴリラは静かになった。ゴリラ！ゴリラは痙攣したようにビクビク動いていたけど、もうゴリラ自身が動いているのか、カニがゴリラを動かしているのか区別できなかった。カニが目玉を押し出しながら出てきたところで、俺はもう限界で吐いた。カニがゴリラの体にまとわりつきかじっている。ゴリラの体が傾いたせいで、ドラム缶から溢れたカニが標的を俺に変えた。ボトボト落ちたカニどもが足にまとわりつく。くすぐったいし痒くなってきた。椅子ごと体をよじっても、あいつらはどんどん俺の足の方に寄ってきて、小指に激痛が走った。やめて。爪をちょっとずつ引き剥がし、カニが俺の中に入ろうとする。おっと。やってきた男たちが数名でカニを払い飛ばしていた。安堵した途端、ぶつりと頭の中で音が聞こえて、俺は気を失った。おい、生きてるか。おい。頬をピシピシ打たれる感覚で起きた。目の前にいる男が天使にも神にも見えた。足の小指が痛む。でも小指だけの怪我で済んだことが嬉しくて涙が出た。起きたか。あうあうと声にならない声を出した。答えろ。お前はこいつの仲間か。ねじ切れるほど首を横に振ると、
男たちは俺の紐をほどいて車に乗せ、アパートの前で放り出した。俺は一週間以上何も食べれなくなって、外にも出れなかったから、バイト先の上司が見舞いに来た。はい、これ。どういうわけか知らないが、札束の入った茶封筒を置いて出て行った。ゴリラの話はこれで終わりだ。幽霊なんぞ可愛いもんだ。カニのドラム缶風呂以上に恐ろしいものがこの世にあるのか、俺は知らない。はい、おしまい。本当にありそうななさそうな話で恐ろしいですね。カニといえば美味しくいただく高級食材ですが、そんな殺傷能力があるなんて初耳でした。しかも私が一番好きな部位はハサミなのですが、この話のせいでしばらくカニが食べられなくなりそうです。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢を。